うまくいけば1万2000円ぐらいで売れるので、だいたい6000円から8000円ぐらいですね。2万8000円で41円で売れてるデータだったり、利益1万2000円以上の利益抜けるので、こちらも仕入れていきます。はい、皆さんこんにちは、セドレスチャンネルの市宮です。今回なんですけど、今までは四国地方でですね、店舗セドリの方を皆様にお届けしてきたんですけど、かつ本州の方に上陸してですね、店舗セドリを行っていきたいと思います。予定としては岡山県で少しセドリして、そのまま兵庫県の方に行こうかなと思っております。今回も頑張って利益10万円以上を目指していきます。それでは早速行ってみよう。はい、1店舗目到着しました。今回ですね、中国地方の方まで来たんですけど、まあ、片道3時間くらいかかって、かなりもうお腹も空いてるんで、1店舗目頑張って利益上げて、まあ、その利益でご飯食べようかなと思ってます。1店舗目頑張って利益出していきます。それでは早速、行ってみよう。はい、今回なんですけど、利益商品ではなく、ちょっと商品の紹介だけさせていただきます。こちらです。ウィンダンシーっていうブランドのパーカーになるんですけど、まあ、芸能人で言ったら、まあ、有名なところでキムタクさんとかが着用しているブランドになるんですけども、で、熊谷さんって方がデザインしているブランドで、まあ、ちょっと反応した理由としては、まあ、レインボーで、結構目立つカラーなので調べたんですけど、仕入れ金額、まあ、1万2000円くらいするんですけど、まあ、メルカリで2万ちょっとのデータはあったんですけど、ほとんどは1万2000円とかで売れ残ってたので、今回仕入れはしないんですけど、例えば、芸能人が着用しているブランドなんかっていうのを覚えておくと、こうやって反応しやすかったりするので、そういったところを覚えるようにしていってください。まあ、かといって、ブランドを全部覚えたらいいわけではないので、まあ、芸能人が着用しているブランド、こんなのあったなぐらいで覚えておいたら、もしかしたらどっかでこういった商品である可能性があるので、チェックしておいてください。行ってみよう。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらなんですけど、バルコニー&ベッドのジレになります。仕入れ金額が2090円です。反応した理由としましては、これからの秋シーズン、ジレすごくトレンドなんだ、流行ってくるっていうところと、あとこの下の部分のファーにちょっと反応して調べてみました。で、調べたところ、メルカリデータで17時間前で1万1000円で売れてるデータありまして、こちらはですね、石原さとみさんが着用してるっていうところで、芸能人が着てたという付加価値つくので、すごく販売しやすい商品になるので、こちら仕入れていきます。まあ、仮に1万円で売れたとしても6000円ぐらいの利益。そして今回こちらはですね、新品未使用の商品になるので、うまくいけば1万2000円ぐらいで売れるので、だいたい6000円から8000円ぐらいの利益取れるので、こちらも仕入れていきます。行ってみよう。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらなんですけど、ドクターマーチンの厚底ブーツです。こちらに反応した理由としては、こちらよく見ていただきたいんですけど、こちら2層になっている、これダブルソールって言うんですけど、こちらとインサイドファスナーですね。あと、ホール数は8ホールで、まあ、いたって普通なんですけど、まあ、ホール数はもっと多ければ多いほど付加価値としてはついていきます。で、こちらでデータ調べたところ、ですね、2万8000円で41円で売れてるデータだったり、です。2万約8000円ですね。90イニットで売れてるデータが複数あったので、じゃあもう間違いなく売れていく商品ですので、仕入れていきたいと思います。それでまあ、利益幅として滑っても5000円、うまくいけば7000から8000円くらい抜けると思うので、こちらは仕入れていきます。行ってみよう。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらになります。フォロワーゼムチャコのドレスワンピースになるんですけど、見つけた特徴としては全体にレースが使われているっていうところと、まあ、私服でも使えますし、パーティーでも使えるという二面性があるので、気になったので調べてみました。仕入れ金額は4290円になります。調べたところ、9900円で売れてるデータだったり、1万以上で売れてるデータとかもあったので、1万円でこれに売れたとした場合、4000以上の利益になるので、こちら仕入れていきます。行ってみよう。はい、皆さん利益商品見つけたので紹介していきます。こちらです。こちらなんですけど、カルティエのブリーフケースになります。今回本当目をつけた理由としては、カルティエで、なおかつこの22900円っていうこの金額でちょっと反応したんですけど、カルティエって結構このブリーフケース特徴的で人気もあるんですけど、ちょっと先ほどデータ調べたところ、最大5万2000円で売れてるデータだったり、他のものになると2万円ぐらいのデータもあったんですけど、ブリーフケースって本当取り方で金額かなり変わってくるんですけど、すべても4万以上で売れていけるかなと思うので仕入れていきたいと思います。うまくいって仮に5万で売れた場合、一撃で2万以上の利益出るので、こちら仕入れていきます。はい、1店舗目仕入れ終わりました。合計4点仕入れたんですけど、だって利益幅として低く見積もっても2万5000円、うまくいけば4万円ぐらい利益取れたと思います。だいぶ利益取れたので良かったです。頑張って次の店舗でも利益取っていきます。それでは次の店舗に行ってみよう。はい、2店舗目到着しました。今回なんですけど、セカンドストリートさんの方に行ってみたいと思います。1店舗目もなかなか良かったんで、2店舗目も頑張って利益出していきたいと思います。それでは早速、行ってみよう。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらなんですけど、3ピースのスーツになります。スーツの生地、この2個を使っているもので、仕入れ金額3190円で、
販売価格として、だいたい9000円、まあ、うまくいけば1万2000円ぐらいで売れるかなっていうところで、まあ、ヤフオクなんで1スタで、まあ、1週間で売っていくような感じで、だいたい利益幅として、1万2000円で売れた場合、僕は送料かからないんで、7000円ぐらいの利益になります。なので、こちら、1週間で売れるので仕入れていきます。行ってみよう。はい、利益商品紹介していきます。バーバリーブルーレーベルのノバチェックのパンツになります。仕入れ金額、1430円で、まあ、初心者の方でもかなり仕入れやすい金額になってるんですけど、先ほど履歴見たら、類似で3000円と、間違いなく、もう大体全部これ以上の値段で売れてるんで、いいものになると7、8000円で売れてるんで、間違いなく赤はないですし、まあ、手堅く2000円から3000円ぐらい利益抜けるかなと思うので、こちら、入れていきたいと思います。行ってみよう。続いて、こちら利益商品紹介していきます。ワコマリアのジャケットになるんですけど、今回目をつけた理由として、内側キルティングっていうところと、背面がスタッツついてるんですけど、まあ、この2点でちょっとリサーチしたんですけど、メルカリに同じではなくて、楽天で 19,581 円で売れてたんですけど、仕入れ金額 14,190円で、ちょっと高いかなと思うんですけど、メルカリに同じデータなくて、まあ、こういうのってもう、完全にもデザイン売りで、19,000円以上で売れること分かってるんで、まあ、赤はないんで、ちょっとチャレンジで仕入れていきたいと思います。うまくいけば、15,000円以上で売れていくと思います。はい、2店舗目、仕入れ終了しました。だいたい見込み利益として下振れしたら8000円、うまくいけば15,000円以上利益抜けたかなと思っております。今回ですね、ちょっと店舗の利益としては少ないんですけど、まあ固く売れていくスーツだったり、まあ、バーバリーのパンツ、まあ、あとですね、まあ、デザイン売りをしていきたいなと思ってるワコマリアも仕入れたんで、まあ良かったかなと思っております。まあ、2店舗の合計として、まあうまくいけば5万円、下振れしたらちょっとまあ3万円ぐらいかなって感じなんですけど、まあ本調子で頑張って10万円以上目標に頑張っていきます。それでは次の店舗に行ってみよう。はい、3店舗目到着しました。今回ですね、オファーさんの方に行ってみたいと思います。頑張って利益商品見つけていきます。それでは早速、行ってみよう。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらなんですけど、大谷選手のユニフォームになります。ちょっと気になって調べたら、日本代表2017年の頃のユニフォームみたいなんですけど、まあ、販売データで1万3000円のデータがあったっていうのと、21,500 円で31人でコメントも9件来てる状態なんで、もう間違いなく 13,000 秒で売れていきますし、もうこういう大谷選手とかってファンが多いんで、かなりいいスピードを履いていくと思うので、こちら仕入れていきます。利益幅として、13,000 で売ったとしても、最低でも2,700 円ぐらい利益取れて、2万円以上で売れた場合、大体8,000円ぐらいの利益取れるんで、こちら仕入れていこうと思います。まあもしかしたら、もっと置いておけば、もう何十万とかにかける可能性もあるんで、もしかしたら寝かそうかなと思ってるんですけど。まあ、こちら仕入れていきます。はい、3点目仕入れ終了しました。今回ですね、先ほど紹介したの大谷選手のユニフォームだけになるんですけど、ちょっと全然なかったんで、もう10分ぐらいで撤退して次の店舗行きたいと思います。4店舗目に行ってみよう。はい、4店舗目到着しました。あまり時間ないんで、急いで利益商品見つけていきたいと思います。それでは早速、行ってみよう。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらなんですけど、ラムレザーのジャケットになるんですけど、今回目をつけた理由としては、マルチェロパンパローニっていうレザーがすごく有名なメーカーのレザージャケットになるんですけど、今回デザインがこういったタイプと、あと袖部分ですね、が取り外し可能なものになってるってことで、まあ、使い道もいろいろあるなと思ったので、ちょっと気になってね、調べてみました。で、同じデータなかったんですけど、このマルチェロパンパローニっていうこのメーカーさんのデータ、ヤフオクとかで見たら、まあ、1万以上でほぼ全て売れていたので、まあ、全ても絶対赤はないかなというところで、仕入れが5390円なので、まあ、どれだけ全ても赤はないと思いますし、ヤフオクなんで1円スタートで始めて、まあ、やっぱレザージャケット30代から40代の方で人気なので、そこで売っていきたいなと思っております。こちらもちょっとチャレンジ仕入れになるんですけど、仕入れていきたいと思います。うまくいけばまあ1万以上利益抜けるんじゃないかなと思います。まあ、全ても絶対トントンでは終わるので、リスクのない仕入れになります。仕入れていきます。行ってみよう。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらなんですけど、オールドコーチのビジネスバッグになります。こちら仕入れ金額が 11,990 円です。で、ちょっとまあ可動性とかひどいんでこの金額で落ちてるんですけど、まあ、こんなの簡単にリペアで直るので、リペアしていって出品していこうと思ってます。調べたところ、低くても 19,000 ぐらい、うまくいけば 20,000 以上で売れてるので、まあ、大体利益として 4,000 から 6,000 ぐらいは取れるんじゃないかなと思うので仕入れていきます。行ってみよう。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらです。セオリーのノーカラーコートになります。仕入れ金額は8690円になります。これからの季節、まあ、コート
もちろん売れていきますし、ノーカラーってすごく需要あるっていうところで、先ほど調べてみると、13,500円で16いいね。反応も良くて、売れてるのがもう半年以上前なんですけど、まあこれからの季節で確実に売れていくので、うまく出品すれば15,000以上で売れていくと思いますので、仕入れていきたいと思います。仮に15,000円で売れた場合、約4,000ぐらい利益取れるので、まあ、仕入れていきます。はい、4店舗目仕入れ終わりました。だいたい利益として18,000ぐらい取れたかなと思います。ちょっとですね、岡山県の方からちょっと兵庫の方まで移動したので、だいぶ時間食ってしまって、もう今日はこの辺で終わろうかなと思うんですけど、まあ、最後、集計結果、また帰ってから報告したいと思います。それでは、行ってみよう。はい、店舗セドルになって帰ってきました。兵庫県の方から帰ってきたので、かなり疲れてはいるんですけど、早速結果発表の方していきたいと思います。仕入れ総数が11点、仕入れ金額が99,550円。見込み利益としましては、下振れすれば5万円、跳ねれば8万円ほどの利益となりました。今回ですね、動画の中では初の本州編だったので、かなり気合入れて、もう絶対皆様にいい動画をお届けしようと思って10万円目標に頑張ってたんですけど、ちょっと不甲斐ない結果になってしまって、正直動画今回オクラかなって思ったんですけど、まあ背取りのリアルをお届けしたいという思いで動画配信始めたので、今回も動画公開させてもらってます。で、今回の動画の中で大きく2点お伝えしたいことがあります。まず1つ目が、動画の中でお話ししたオールドコーチのビジネスバッグについてです。あちらなんですけど、リペアをして出品するという風にお話しさせてもらったと思うんですけど、リペアについてですね、この一つ前の動画でですね、リペア実践編っていうのを上げさせてもらっています。そちらを見ていただければ、実際に初心者の方でも簡単にリペアができて利益を伸ばしていけるような動画になってますので、概要欄にリンク貼っておくので、ぜひその動画を見て店舗せどりに行ってみてください。リペアができる初心者の方と、リペアがまだできない初心者の方では、利益が5万円、10万円って大きく変わってくるので、特に動画を見てくださっている方の中では、本業としてやるのではなく、副業として5万円、10万円利益欲しいなって思っている方いると思うので、リペアができたら、その目標は突破できていけるので、ぜひ見てみてください。二つ目が、チャレンジ仕入れになります。まずはじめにチャレンジ仕入れが何かと言いますと、ただ、適当に仕入れて、高く売れたらいいなっていうわけではなくて、しっかりそのブランドの商品価値、シルエットだったり素材、ブランド力、そういったところをしっかり見た上で、同じデータがなくても他の類似商品がこれぐらいで売れてる、でもこの売れてる商品よりよりデザイン性いいよなっていうものを仕入れて、利益をバンと出していくために行うのをチャレンジ仕入れと言います。自分がチャレンジ仕入れを行う理由としては、もちろん今の知識の中でも月利は十分上げれているんですけども、より幅広い分野で仕入れを行えるようになることで、現状よりさらに利益を伸ばしていけるからこそ、店舗セドルに行った際はできるだけ積極的にいい商品があればチャレンジ仕入れを行うようにしています。チャレンジ仕入れをする際なんですけど、もちろん、まあ、滑ってトントンになることもあるんですけど、それもちゃんと計算をした上で仕入れを行うようにしています。どれだけ滑ってもトントン以上にはなるよねっていう確信を持った上で仕入れをするので、ギャンブル性がある仕入れではありません。かといって初心者の方がじゃあいきなりできるかって言ったら、そこは正直全くできないんです。しっかり動画とかを見たりとか、自分でメルカリでリサーチとかして、どういった商品が売れてて、どういった素材のものが高値になっているのかっていうところを覚えて、実際商品を仕入れて販売してっていう実績を積み重ねてからこそできる仕入れになるので、しっかりそこは勘違いしないように注意して仕入れを行うようにしてください。今回の動画のまとめとしては以上になります。また次回、本州に行く動画を上げるときは、見込み利益10万円以上、しっかり出して初心者の方によりいい動画をお届けしますので、ご期待ください。今回の動画が良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また、Twitter の方でも情報発信していますので、こちらの ID 検索していただいて、ぜひフォローのほどよろしくお願いします。公式 LINE の方では質問を受け付けてますので、こちらの QR コードからぜひご登録よろしくお願いします。本日は最後までご視聴ありがとうございました。